岡川上流広国軍、または上、岡広国軍は、ロシアの私学史において使用される、14から15世紀に、岡川の上流域に存在していた、十数に細分化された、短命な諸広国の総称。現在のロシア領トゥーラ州、カルーガ州にあたる地域を、支配領域としていた。中世ロシアの諸広国の風景モンゴル帝国による、ルーシ侵略を経た後、 強大なチェルニゴフ公国は徐々に細分化されていった。この外見上は互いに分立している小公国軍の主権者の地位に座していたのはチェルニゴフ区のキエフ対抗性ミハイル2世の子孫たちだった。公国軍は拡張政策を続ける西のリトアニア対抗国と勃興期を迎えた北のモスクワ対抗国の間に挟まれており、この地の諸公たちは 上記の二者の間において絶え間ない圧迫にさらされていた。14世紀末までに、岡川の諸公たちはリトアニアへの効能を毎年行う義務を負うことになった。ところが、リトアニアの支配者たちがカトリック国ポーランドとの結びつきを強めていくと、岡川上流における支配のバランスは崩れ始めた。大部分が正教徒である上流諸公国は、 リトアニアの身長からの保護を得るべく、モスクワとの関係を結ぼうとした。この地を領する諸公達の大半は、15世紀末までに、モスクワ宮廷に出資するようになった。1494年、イヴァン三世に敗れたリトアニアは、岡川上流地域への支配権の最終的な放棄を宣言した。以下は、地域的関係でなく、諸公家の頂上権に基づく。ありがとうございます。